横山由依です。昨日卒業されました篠田麻里子さんが福岡ドームでキャプテンに指名してくださって、私がこれからチーム A のキャプテンをやらせていただくことになったんですけれども、キャプテンっていうものを人生で経験したことがなくってですねでも、前のチーム K だと秋元さんのキャプテンも見てきたし、もちろん篠田さんのキャプテンも見てきて、で兼任していた NMB48 では山本さやかちゃんのキャプテンも見てきて、たくさんのキャプテンを見てきたんですけれども、そのキャプテンたちから、いいところをですねどんどん盗んで、そして私にできることは、もうこのチームだと先輩もいて、で後輩もたくさんいるんですけれども、先輩も後輩も居心地のいいチームというか、みんなで助け合って、楽しいことも辛いことも、悲しい時も一緒にみんなで乗り越えていけたらいいなと思いますし、今までのキャプテンのように背中で見せることはできないかもしれないんですけれども、みんなと一緒の、目線で、いろんなことに感情を喜怒哀楽を共にしていきたいなと思っています。それには皆さんの、いつも、応援してくださる声援とかですね、優しい拍手だとかがとてもありがたく感じることになると思うので、まだまだ全然今日からスタートなので未熟なのか何かもわからないようなキャプテンなんですけれども、見守っていただけたらいいなと思います。チームのみんなにもよろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですね、あとはですね、話をまとめるのがものすごく下手なのでそこだけはちょっと成長できたらいいなと思っています。今日から始まります横山チーム A、 どうぞよろしく。